はい。あ、すごいね。もうね、説明がいらない、そんな作り手古酒ドリでございます。その古酒ドリのムルソー、それもね、92ですね。1992年でございます。1992年ね、正直赤はそんなにいい評価はないんですけど、まあ多分冷涼な年だったんでしょう。それだからこそこのシャルドネの3の立ち方っていうのが素晴らしいと。で、このね、コシュドゥリのやはりね、ムルソーです。あのね、一緒に飲んでた方々、まあね、こう名だたる方々がね、今日一緒に飲んでたんですけど、やっぱりね、僕とね、同じ意見、これはね、やっぱりね、コシュドゥリに関してはムルソーじゃないかと。ムルソーといえばコントラフォン、そして他にいるのがソゼですかね、やっぱり有名なところだと。でもやはり一番いいのはやっぱりコシュドゥリじゃねえかなっていう風にやっぱりお話になるぐらい、やっぱりこのコシュドゥリで、なんかね、このコシュドゥリのムルソーですよ。ちょっとね、ちょっとズームで、ちょっとズームし、こう出した時ちょっとね、こうね、ごめんなさいね、ちょっとね、もうね、もう飲んだ後でこう残ったものをこうやってるからちょっとね、くすんだ感じになっていますけど、最高に綺麗なんですよ、これ実はね。で、これね、周りを変えた時のこのまだまだ急にですよ、92年、これにも関わる、もう28年前のワインにも関わらず、すっごいピシッピシッと伝ってくるこの旨味、やばいよね。でさらにやっぱりこうムルソーだからこそやっぱりこうね、表現できるミネラル感っていうのがやっぱりグルコーニュの中であるんですよ。でコシュドゥリってやっぱり最高のものってやっぱりこうグランクルでコルトンシャルマーニュっていう風に言われるんですけど、やはりね、私はね思う、ぜひムルソーを飲んでほしい。やはりね、コシュドゥリはムルソーだよ、ムルソーなんだよ、コシュドゥリはムルソーだ。またぜひね、違うんだよ、この味わいの素晴らしさ、いや美味しい。ぜひちょっといただきます。すげえぞこれは。じゃあちょっとこれはボトル奥に残ってるやつだけど、ちょっと飲んでみない？撮影のそっちのけで、これちょっとさ、ちょっとこれやっぱりちょっと飲んでほしい。これどれのグラスの入れたらいい？あ、そうですよ。はい、なんだろう、すいませんね、ちょっと撮影の途中であまりにもちょっと美味しかったから、ちょっと行っちゃいましたけどね。これさ、正直冷やさないぐらいがちょうどよくない？本当にやっぱり、まあなんか冷やしたらやっぱり酸がきちっと伝わってくるんだけど、やっぱりそうじゃないよね、このワインに関しては。熟成感入ってますからね、やっぱ熟成感と。でもその熟成感を飲んだ時にこう、メイヤード反応だけじゃない、この酸が旨味に変わった時の香りだったりとか、何この複雑なイメージ、やばいよこれ。すごい。いや、もちろんその抜栓した時のそうフレッシュさっていうやつから、やっぱり急にだからね、やっぱり28年経ってるから、どんどんやっぱりこう酸化のイメージも来てからのこの味わいではあるんだけど、いいワインをね、今日はこれは飲ませていただいたね。ちなみにこれはね、僕が持ってきたワインではあるんですけど、これはね、いや、これは本当にすごいワインです。
古酒入りのムルソー92年もし買えるんだったらぜひ買ってください。いくらか分かんないですけどね。これはね、運よく僕は手に入れたワインなんですけど、はあ、こんなにうまいんだっていう風なんですを改めてこう考えさせられる、なんかこうドゴーン、ドン、パン、ドガーンってこうよくわからないこのね、こう擬音語を出しますけど、それくらいこう香りに一発目、二発目、三発目、四発目っていうぐらいに階層を持たせてくれるぐらい素晴らしいワインですよね。これをイメージして持つのは、代わりの階層を持つねって思ったのは、昔そのウイスキーで竹鶴飲んだ時に代わりの階層あるよねっていうふうに思ったぐらいで、その竹鶴の30年ぐらいだったかな、28年かなんか31年かそのあたりで飲んだ時と、その代わりの織りなすイメージとしては強かった。でそしてこのムルソーに関してはエレガント、本当にエレガント、これはぜひ飲んでほしい。最後にちょっと点つきます。一口目だから9点を超えていますよ。うわ、なんでこんなに酸がきちんと伝わってくるんだろう。すごいよね。くっそー。いや、本当にミネラル感なんですよ。ミネラル感と酸とそのバランス、あ、やれましたね。トモリポイント 9.2 でいきましょう。これは、うん、自分が持ってきたワインだからこう点数が高いんじゃないかって言われるかもしれないけど、いや、そんなこと置いといていいです。そんな別にもう何とでも言ってくれ。とことん名ぞ、さすが古酒釣り、素晴らしいワインです。ぜひ機会あればお飲みください。